俺もやりきったからもう正直やりきりましたんで、すっげえ楽しかった。ドルフラングレンってパンって出てくるのが、ね、いや一緒にやっててよかったなっていうのを本当思う、こういう時に、うん、嬉しいって4番好きだった先生、え先生になりたいの、うん、先生、今もう教員免許あげるっつって。僕ある意味フィリピンで先生、あ、そうか、先生やってるよね、うん、大変だ。僕はもうそう子供の前に立って、うん、なんとかかんとかっていうのは絶対言わないようにします、うん、一緒に遊ぶみたいな、そんな感覚です、うん、もう僕はそんなの言える人生でもないんで、うん、そりゃそうだよ、だって鼻毛出てるもん鼻毛出てる、そんなやつにそんなフィリピンマナーで OK だろ。いや、そんなさ抜いたな、いっぱいそんな人に、そんな言える立場なわけねえよ。ずっとだもんだって、はい、このもう何分か前から。映ってないですもんね、大丈夫ですもんね。うん、映ってないけど。切った。言える立場じゃないの分かってる。説得力もないし、自分でなんか恥ずかしいし。先生か、大変だけどやってみたいかな。うん、え、マジ、俺絶対無理。なんかないですか、業界人の前で。話してね、それこそね、セミナーね。G&E スクールで木村さんやったんでしょ、何を教えたの、何教えたの、怒鳴り方とか女性ライターをこうガッと押し倒して寸止めでこう頭をカバーするやり方とかこうやれば怪我しなくて済むよとか、マジで何を話したの、仕事の大変さとか話すの。違うんですよ、俺はそのライター志望の方だけだと思って言ったら、うん、当日、うん、いや実はその、まあ、出ると単位がもらえるじゃないですか、はいはい、だからいろんな、例えば営業になりたいとか開発になりたいとかいろんな子がいたんですよ。ってなると、ね、用意してたものが何も読めない、うライターとは何ぞやみたいなのはもう言ってもしょうがないじゃないですか、そうやって、まあ、それは一部しかないんで、だからまあ若さとは何ぞやみたいな話をしたような気が多いじゃないですけど、へえ、まあアドリブですか、その場で思いついたことですよ、うん、よくそれで1時間とか1時間ぐらいやったかな、すごいね。そんなんで一方通行で喋るだけですか、喋って、まあでもいじればするけど、うん、それはやってみたいな、一回な、やってみたいと思うんだったら多分いくらでもできますよ、うん、すぐ依頼くんじゃない、でも教えることがないからね僕はあるでしょう、だって岩佐くんが映像のことを教えてるんですよ、うん、今岩佐に何を教わる、岩佐くんが映像のことを教えてるの、だって今自分たちであの撮ったりやったりしてんですから、あ、もうライティングヌンじゃなくて映像のこともやってんだ、それはなんかあの受けてみたい俺もね、うん、どんなことをするのか、うん、で実践しちゃう動画で教わったことをさ、全部違うよこいつの言ってること、全部逆でいいぜっていう話をするっていう、ね、逆でね、うん、メンツを潰しに行く、そう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 、今この業界はこの状態でなってます、うん、ライターってもし自分がじゃあ2年なってないと、俺なってないな、俺なってないですね、じゃあ絶対なってないです。まあじゃあ高校卒業しました、うん、でまあ大学行かない、まあパスローちょこちょこ打ってて、うん、じゃあ20歳です今、うん、どう受けなってます、なってないですか、なってないですね、映像の方行くと思いますね、映像原稿ではなく、んどういうこと、ライターにはなるんですか、ライティングではなくて映像を主軸にした仕事を考えると、じゃあなんだ、ライターになるってことですか、業界には入りたいってことですか、いやそれも入らないと、パチンコパチスロには行かない、うん、え、もともと映像好きなんですか、いや今の時代だったんですよ、結局、うん、あの頃ってパチンコパチスロ楽しいもんだったし、うん、原稿書くのもまあかっこいいっていうか、まあ最先端のことだった、ありました、ありました、それを見る目があれば今の世の中でパチスロライターっていうところは俺は選ばないかな、18だったらと思うよね、当時の感覚とすれば難しいね、うん、その考え方が今の業界がありきで、うん、当時
の二十歳の自分だったらでしょ、うんうん、当時の感覚が何を求めるかな、慣れないと思うから。カーセンサー落ちました、落ちました、 ビームス落ちました、よく覚えてんなでもコーヒー缶はよく覚えてんな、本当なんですよ、ビームスも落ちました、落ちました、はい、あれガイド募集してんなっていう状況ですよ、うん、で今のこの状況ね、はい、その、はい、キムさんがいたり、まあ俺も雑誌じゃないです、今雑誌見と、あの CS があって川原とか、うん、中竹とかが DVD ボックスが売ってて、はい、で YouTuber もバーって出てると、で、うん、奥さんはたまにガイド見るけど、うん、買うけど、うん、あの本は捨ててるんですよ、うん、DVD しか、DVD 見てね、解析書ちょろっと見て、ああそうで、あやっちゃうかなそれなら、多分俺できるなって自信があると思うんで、じゃあ今と同じ仕事に、うん、受けてみようっていうので募集、あの応募はしますね、なるほど、読んでたんなら雑誌を、うん、田中は、僕映像は絶対無理なんで、あのやらない、だってお前お笑いやろうとしたでしょ、そうじゃん、そう、ね、吉本に養成所行ってたよね、でもまあそれは行って、あ向いてないなっていうのが分かったんで、はい、なんで向いてないってわけ、何期生だっけ、3だっけ、ダイアン、ダイアンと一緒でしょ、ダイアンと一緒、はい、19ぐらいって聞いてるぐらいは、で周りとも全然違った、そうっすね、あんま人前で喋るの好きじゃないねえ、 LSC 行ったんだよ ねよく行ったね意味が分かんない、知らない人と喋りたくないなっていうのは、なんで行った、 LSC に行く前にはそれ気づかなかった、そうみんな知り合いばっかりだったんで、ああ、俺喋れんじゃん、はいはい、面白いことやりたいみたいな欲求は、もう行った頃にはあんまなかったですね、なかったんだ、もう花火打たなきゃみたいなそんなんでした、ね、花火が甘いぞっていうその時代だ、そうですね、なるほど、よく行ったね、何十万か最初払うでしょ、すごい人生ですね、すごいよ、ね、だ実質もう5回とかしか行ってないですもん、まあすぐには気づいたんだね、向いてないことにね、文章に気づいたのはいつなの、自分が文章ならいけるかなって、ね、あ全然気づいたことなんかないですね、今もだからライターっていうかガイドスタッフになりたいって思ってたんで、でもだって読んでるってことはこんなやつらより俺の方がうまいよって、本当は思ってるよね、今もう思ってるよね、1番か2番だって思ってるよね、今現役でやってる人の中だと、ライター例えば機種ページとか書く仕事だと思ってな、はい、僕の一番の動機はパシスロシェって生活できるんだったらこんないいのないなと思ったのがきっかけなんで、今この瞬間は文章うまいと思ってるじゃん、自分でおそらく、いや田中普通の人よりは思ってないよ、思ってないです、田中はうまいけど、うまいうまいと思う、ただあの僕はもうありのまま自分の感情を吐き出すことしかできないので、ね、でもうまいよね文章、それができるのがすげえんだよ、ただそれだけ、周り見てうまいよね、うん、どう考えても自分の方が、キムさんは別だよ、はい、キムさんは別格にしよう、何を言わせたいんですか、分かんない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 、やっぱどのぐらい自負があるのかなって、自分の文章の個性とかをどのぐらい理解してるのかなとか、ここで俺がもしキムさんだったらこう言うよ、誰に勝ってると思うとか意地悪な質問する彼は、そうか、でも俺は優しいから今してないじゃん、はい、ドイツになら勝ってると思う、言ってって順番にとかって言うじゃん、いつもそういうとこだよね、一緒に旅行行けないとこはね、ちょっと辛いしんどい、それしんどいよね、しんどいよね、そうそうしんどいよね、言うかね木村君、いや言う、この流れだと言うのを今我慢してると思う、あいや、もしくは興味がないどっちかなと、今無ですね、あ今無だ、そう今無か、田中を褒める会みたいな、相当なんか心地悪いですけど、悪い、逆に面白いと思うけど、うまいとなんか一応思ったことないですけど、あ木村君はそっちなんだよ、俺はうまいと思ったことしかないわ、面白いかは別に面白くて読みますけど、うん、じゃあうまいか、うまいっていうのがテクニカルな部分であれば、あテクニカルではね、もっと刀は鋭くできんじゃないのって思うけど、厳しいね、やっぱ先輩の言うことは久々に文の鬼がね、文の鬼がもう分岐が来ましたね、これ分岐が、
あなるほど。そうだね。だから、まあ、うまい下手で論じるものでも面白いか、まあ、面白くないかさ、絶対圧倒的に面白いですけど、うまい下手、うまいとかじゃないんだ。うまいで、まあ俺ならですよ、うん、技術で何かをねじ伏せたいとか思ってないのかなかって文章って、うん、テクニック、そう、そうなんですね。あそれはある。すごいね、これうまいでしょみたいな。面白い話だね、これはこれで。俺も入ったよな。まあ どこの媒体かは別として、うん、バーって見てたらこれやったらできるんだろうなっていう。どっかに属す、属しますか。その方が早いもん。ユーチューバーみたいなんじゃなくて、うん、最初は多分どっか入って、うん、ああこれねじ伏せてやるって思う。ああほらそっちから入っちゃうとどう、ね、どうなるの。ねじ伏せてやるってさもうさ人間性が出るのよそういうとこな、まあ、負けん気というか分岐がもう出ちゃうのよ心の中の。なんか違うんだよ。思うだけですよ。一番最初にガイドに入った時もそんな感じでした。うん、あ、俺でも面白いなみたいな感じ。面白いなじゃなくて、まあなんとかしたいなと思うんですよ。先輩の文章全部赤いでしてたんだね。電車の中で。できた本見ながら。はい、ここダメ。ここダメ。そう、本当ですか。本当なんですか。そうだよ。そういうエピソード。あれなんで言っちゃダメなのこれ。いや、私何回かそんな、うん、いい話だと思う。いやでも正直、その、機種ページはひどかったですよね。うん、まあ、そうそうそう。なんとかだぞとか。うん、そう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 。ひどかったんですよ。はい、それ全部赤いですよ、赤ペンで。なんでこの、例えば囲みの文章にしたって、そこに書いてあることをトレースして書いたって、うん、誰だってわかるわ。そこにないことを保管するのが、ね、だったら文章いらなくねえかって映してるだけじゃん、この文字。そうなんですよ、キャッチをっていう。だってパーッと花火の一目下地縄二角で、いや分かるよ、うん、見れば、うん、書いてあるし、一目だって。いやでも俺はそこはいいと思うな。文章いらないんですよ、表だけありゃいいんですよ。違うんですよ、だからそこいいんですよ。で今ガイドもそうなってきてるじゃないですか、うんうん、で書くスペースが少ないから、うん、あの書けることが少ない、じゃあ、うん、あるものを書いていいのか違うじゃないですか。見て分かるものはもう省いて、うん、だから今でもじゃあ俺騎士門仮にやったら多分全然違う内容になるんですよ。なるんだろうね。なります、うん、俺はそれは雑誌としてはね今も読んでないですけど、うん、いらない派なんですよ、うん、文章はただのもう飾りなんていうの、本当にこう埋めるだけのもの、そのスペースを。いいですよ、だからその埋めるだけのものでも書く内容があるっていうことです。だからっつってさウィットに飛んだ、あじゃあそんなんじゃないですよ。ただの説明に徹してもそれができてないんですよ、うんうん、多分ただの流れ作業、うん、早く終わらそうっていう、うん、そりゃそうですよね。原稿料3割4割落ちたら、うん、まあまあ、モチベーションの印象は難しいけども、まあまあまあはい、そこがね意見が違うのは、キムさんの文章をリライトして食ってた時期がある俺だから、あのリライトって変えるんじゃないよ、はい、ただ単に微調整してあの増刊号を知るほど出して知るほど売れてて、もうすごい稼いでたからあの意見が違う、俺は。あどうせこんなのキムさんの文章だもん、これ未だに覚えてる。モード A からモード C に一足飛びに上がることはない、一足飛ぶ。いいじゃん。いや、なんて素晴らしい言葉のチョイスなんだこの人って。北斗の拳ね、通常から天国で一気に行くことはないんですよ、はいはい、あの一回しか上がってから、ね、一足飛びに上がることはないが下がることがなんとか、素晴らしい、一足飛び、一足飛び、もうまんまだよ、まんま怖えよ、まんまコンペですよ。だってだってさ、それ以上いいチョイスは一足飛びを上回る、うん、北斗のモード以降の説明で、うん、一足飛びって言われ、もういろんなとこで使われてます、あれ全部俺です。いや大元がキムさん。そっから増刊何冊も出したけど、うん、全部俺入れてんすよ、うん、俺が書いた 5,6 冊全部一足飛び、うん、一足飛び、あれでね、未だにやっぱあの感動を忘れられなくて、うちがそういうのも聞くとやっぱ編集者だなと思うよね。あ俺は絶対使いたくない。そう、そう、そう、普通は変えたいのよ。ただのパクリをあの感動を俺が広めた美談にしようとして自分は美化してるんだけど、うん、でもそれが俺の仕事だったの。あ、まあね、それはそうだね。ただ法外のギャラをね、やっぱキムさんがもらって、まあ多分当時もうちょいもらってたと思うんだけど、うん、それの8掛けぐらい俺多分もらってたの、うん、やっぱ当時良かったギャラも、はい、そうだね。
すっげえ書けるわけよ。だってあるんだもん、ベースが。8割方流用して、ワード、ライン数に合わせて、ちょっとキュッとする。伸ばすか、縮めるかだけなんだよ、その仕事が。それですっげえもらえる。木村さん、さまさまでしたよ。だから今、ほら、コンビニ行って俺お金出さないから全部出しました。そう、そうです。もう一生懸命今返してますよ。そうだね。ちょっとずつ、ちょっとずつ、あの恩をね。そこで成り立ってんすよ、うん、いい関係ですよ。田中さん、これ聞いてください、はいはい、この人ね、うん、戦ってね、自分がそのスタフィールドに立ったことすらない人間がこっちを批判して笑ってるってどういうこと。